はい、では薬学教育モデルコアカリキュラム C1 の括弧3の丸1の3番反応時数の決定法、代表的な反応時数の決定法を説明できるという項目です。で、反応時数の決定法ですが、まあ、ここに、テキストの方には、さす、たという形で微分法、積分法、半減期法ですね、その3つを書いてあります。微分法、積分法、半減期法、微分法は初速度法とも言います。で、この3つを代表的な方法として、理解してください。まず第一に微分法ですけども、 V イコールマイナス DT、 DC イコール、KCN 乗でした。で、両端を、対数を取ってやります。イコール LNK、 対数の掛け算は対数にすると割り算になり、足し算になります。で、C の N 乗になりますので、 N 乗は前に出して N の LNC で、これを初濃度、初濃度、初速度で計算をしましたと。初濃度、初速度、初濃度、初速度を測定して、それでグラフにしましたって言ったら、横軸に初濃度の対数、ログ10程度もいいですよ。で、縦軸に、LN の V0、ログ10程の V0 でもいいですよ。で、どちらかを取ってやります。で、この時に、もうちょっと工夫して書こうかな。こちらを、ログ10定の V0、 こっちをログ10定の C0 としたとしますと、この時、傾きは、直線になって、N ですから、0時反応の時は0時反応、 N イコール0ですね。で、1時反応の時はこうなりますよと。で、2時反応の時はこうなりますよと。いいですね。この切片が K になって 0, 0, 時の、あの0のところの切片 LN の C0 ですから、まあ、こっちの方にあるでしょうけど、0のところが切片が K に LNK になって、傾きが N になりますよというのが、初速度法ですね。微分法って言われるのは、こういう形になります。で、一方、両方縦軸も横軸も常用対数を取った場合っていうのは、まあ、同じように0のところは0で、傾きは、場所は変わりますが、傾きはこれでも N は、1,2 というふうになりますねとですね。その代わり LN を取ったら全部 LN で、ログを取ったら、ログ10を取ったら60、全部を60で取らないといけません。まずこれしっかり理解しておいてください。話はものすごく簡単ですね。反応速度式をそのまま両辺対数を取ってやりますというだけの話です。傾きが N です。次、積分法ですね。微分法終わりました。積分法、積分法はもうさっきもちらっと言いましたけど、 N イコール0の時、 N イコール1の時、 N イコール2の時、C イコール C0 マイナス KT、LNC イコール LNC0 マイナス KT、C 分の1イコール C0 分の1プラス KT ですね。で、これで横軸に T を取ってやると、縦軸を C にした時直線で減っていけば0時で、横軸を T を取ってやった時に、縦軸を対数を取った時に直線になれば1時で、横軸を時間に対して、縦軸を C 分の1逆数を取ってやった時に、右上がりの直線になれば2時というふうに、この式に当てはめてみると、積分型式に当てはめてみる。横軸時間と、横軸を時間にして、
実数対数逆数を取った時に直線に一番近いものが、012n イコールいくらが当てはまるかを決めるのが、反応実数の決定法としての積分法です。ですね。で、最後に半減記法ですけども、半減記法は、最初にやりましたが結構煩わしいです。そのまま、一般式を、積分してやりますと、一般式を積分してやりますと C の n-1 乗イコール C の0の n-1 乗分の1プラス n-1 の kt となりますよと。でこれを、t イコール t 二分の1イコール、t イコール t イコール t 二分の1とき c イコール2分の c0 を代入してやって、で t 二分の1で解いてやるわけです。そうすると、非常にガチャガチャしますが、k の c0 n-1 分の、2の n-1 乗マイナス1になりますよと。これにこれをこの条件を代入してやって t 二分の1で解いてやりますとこうなります。ここで対数を、取ってやります。イコールで、ここで、初濃度の対数を取ってやると、n-1 乗ですから分母にあるのでひっくり返せば lnc0、 あとはどうでもいいんですね。どうでもいいものを n-1 の k の2の n-1 マイナス1マイナス2、これ定数ばっかりですから、これ定数ばっかりですから知りたいのは n なんですけど、これ定数ばっかりですから、これ lnc0 を横軸に縦軸に半減期の2分の1を、半減期の対数を取ってやりますと傾きが1マイナス n になりますというのが半減期法です。で実際にグラフを書いてやりますと、横軸に ln の c0、 縦軸に ln の t 二分の1を取ってやりますと1マイナス、ですから0次反応の時0いたら1ですね。こうなると傾き1ということは、0次反応で真横半減期変わらないんですよね。1次反応の時は t 二分の1イコール k 分の 0.693 で、初濃度と無関係ですから一定の値を取ると、1次反応で、傾きがマイナス1になるということは n イコール2ですから、これは、t 二分の1イコール、kc0 分の1ですねに対応しますのでこの式から見ても、2次っていうのが分かりますよというのが、半減期法です。傾きが 1-n になりますと。で微分法とはちょっと違いますよとですね。ですね、まとめますと微分法は横軸 lnc0 初濃度の対数、縦軸 ln 小速度の対数で、傾きが n になります。積分法の場合は横軸が時間ですね、縦軸は実数対数逆数の順番に、取ってみて直線になるやつが実数だったら0時、対数だったら1時、逆数だったら2時で、半減期法は横軸こいつと同じ lnc0 初濃度の対数です。で縦軸は初速度じゃなくて半減期を取ってやりますよ。でその時は傾きが 1-n になります。ただしこれは両辺とも対数取りますから、対数の定は、定が一致してれば依存しない、だから E 定でも10定でも傾きは N です。こっちも、定が E 定でも10定でも両方が E 定と10定どちらかに統一されてれば傾きは 1-N です。ところがここの対数っていうのは積分法の対数っていうのは、lnc イコール lnc0 マイナス kt でしたが、これを10定にしてやりますと傾きは 2.303kt になりますね。こっちは積分法だけ、どの対数で対数の定にセンシティブなということを理解しておいてください。
以上の3つを反応時数の代表的な決定法とします。今回はこれで終わります。